はい、皆さんこんにちは。今日はですね、事務所に素敵なゲストをお招きしてます。ジップリップファズのお二人です。ありがとうございます。ジップリップファズです。よろしくお願いします。ランちゃんもよろしくねって言わなきゃ。癒し犬のランちゃんです。初めて2回目。そうだよね。はい、今日は、東京 FM の、ラジオのね、放送に、はい、今日はゲストで来ていただきました。はい、ありがとうございます。いかがでした？すごく楽しかったですね。すごいです。なんかちょっと緊張するかなと思ったんですが、なんかもうやっぱ夢かなさん の空気感が楽しすぎてもうあっという間に終わって、結構盛り上がってましたよね。そうですね、楽しかったです。ぜひ本放送も聞いていただきたいですね。はいはい、はい、ね、ビジュアルがね、ラジオは見えないんだけどね、はい、こういう素敵なビジュアルでね、もうインパクトがもうバッチリの、ビジュアルと楽曲もね、もうめちゃめちゃもうぶっ飛んでて楽しくてね、ハッピーハッピーのね、ハッピーハッピーっていうね、世界観なんで、ちょっとそれについてね、はい、ちょっとぜひお願いします。はい、ハッピーハッピーとは、ハッピーハッピーとは、はい、まずバンドのあれでもいいですよ、はい、バンドの方針でもいいです。そうですね、はい、ジップリップファズはですね、アトラクションミクスチャーポップスバンドというパーティーバンド、遊園地にいるような楽しいバンドを目指して活動しております。なのでライブだったり楽曲を聴いて皆さんがハッピーハッピーになっていただければすごく嬉しいです。ハッピーハッピーですね。ハッピーハッピーです。もうなんかいろんなものが、ま、ね、混ざった概念ですね。そうですね、楽しいとか嬉しいとか、ね、はい、それをハピハピと呼んでおります。そうです、そうですね、そうですね、そうです、はい、これを世界に発信していくと。そうなんです、世界中をハピハピにしていきたいと。うん、最高ね。今日もね、ラジオのディレクターからハピハピって説明した方がいいんじゃないですかって説明難しいよね。そうそう、改めて何だろうっていう終わった後でいつも言ってたけどね、なんかハピハピにすると、はい、そういうコンセプトで活動されてます。はい、どういうところで活動を主にされてるんですか？主に都内のライブハウスで活動しております。うん、楽曲ね、ぜひYouTube いろんなところでイベントもねされてるんで聴いてほしいんですけど、すごい素敵で、もうめちゃめちゃになんかこうわーみたいな感じなんだけど、音楽的には結構きちっとかっこいい。ありがとうございます、ね、その辺売りですよね。そうですね、きっちりして、今日もね、田原先生がもうドラムも一番とかね、世界一って言って、世界一とか言ってて世界一って言っていいのってすごいね。そう、田原先生に言われたんだったら、お墨付きをねもらって、本当簡単に放送されたら世界行ったら次の人ちゃんと言うのかなってその人にも世界一じゃないのか、毎週更新されてるかもしれないこんな感じでね、めちゃめちゃね、ハピハピで盛り上がりましたね。はい、盛り上がりました。楽曲だけじゃなくて、ね、ビジュアルもすごいみんな気になると思うんですけど、はい、その帽子ってどこに売ってるんですかねこれはですね、もうオーダーメイドで作っていただいておりまして、うん、仲良しの服飾というか、うん、作っていただいております。なるほど、はい、なんかね、この間エイメカネアで賞を取られて、その、まあ、ご褒美というか賞で、はい、原宿の竹下通りの街頭ビジョンにね、バーン出てめっちゃ似合ったんだけどめちゃめちゃ嬉しかったですもんね。まさにね、原宿で集めて作ったような感じ、ね、そうですね、そうです、うん、最初は原宿で衣装を集めてたんで、うん、もう私たちの、まあ、ジップリファズの原点といえば原宿ですね、うん、なので改めてビジョンが最初が原宿ですごい嬉しかったです。いいですね、うん、ね、これもなかなかね、そんなたやすく着れないジャケットじゃないですかこれは何かコンセプトがあってやってるんですか？やっぱり派手な服って検索したら派手な服あ、それネットで買った、面白服派手って検索したらこれが引っかかりました、ね、なんかラジオでね、普段コンビニ行けない服装しようっていうね。あ、そうですね、そのコンセプトいいですね。もうライブハウスに行って着替えたら外出られないような衣装にしよう、うんうん、なるほど、最高。そう、外に出られちゃううちはまだ派手じゃない。まだまだです、ね、なるほどね、それポイントみたいです大事なポイントです結構だから買い出し行けないですもんね。あ、確かに、そうなんです。着替えてメイクして、どうしても水が欲しいいいね、それ入る前に絶対買っていかなきゃいけないです、はい、なんか今後のなんか目標みたいなのありますか？目標、うん、まあ、やっぱりその最終的にはこの世界をハピハピにしたいっていうところですけども、うん、いいね、まあ、やっぱりその段階として、うん、まあ、もっとたくさんの人に見てもらいたいですし、うん、まあ、曲もいっぱい聴いてもらって、うん、大きなところでライブやってっていうのをこう重ねていきたいなと思っております。良かったこととかあります？やっぱりすごく良くしてもらえてて、うん、
そうですね、この1年でこう、うん、MV とか、うん、まあ、例えばその原宿のビジョン流しとかって、うん、自分たちだけで活動していると、うん、なかなか出てこないかなと思うんですけど、まあ、大きい会場でライブさせてもらって、うん、お客さんから投票していただいて、でそれ流していただけて、うん、多分去年と一番変わったのがここかなと。やっぱりね、大きい会場でやるとね、やっぱり全然こう一皮向けるとか次のステージに行くもんね。そうですね、うん、ステージ僕見せてもらったけど、すごいね、みんなが一番投票したくなるような熱いステージでね、最高でした。ありがとうございます。はい、ぜひラジオね聞いてくださいね、はい、よろしくお願いします。最近のなんかあれありますかね、活動でここにぜひとかなんか、こういうことやりますよみたいなのがあれば、はい、告知的な、うん、そうですね、うん、はい、ではですね、ジップリファーズは12月21日にですね、うん、私、K ・ウェンディのお誕生日当日、ワンマンライブを開催いたします。すごい。どこでされるんですか？目黒ライブステーションでやらせていただきます。はい、なんか、その前に、はい、なんかイベントがまだあるんですか？そうですね、うん、その前に決起集会的主催を大好きなアーティストさんをお呼びして、12月8日、うん、ここの目黒ライブステーションで主催をやらせていただきますので、うん、皆さんぜひ12月8日、12月21日、はい、どちらも遊びに来てくれたら嬉しいです。うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。12月にぴったりだもんね。このビジュアルがね、クリスマスシーズン、年末とハロウィンを盛り上げて、そうですね、そうハロウィン、年末年始の大好きです。はい、皆さん応援しましょう。ありがとうございます。お願いします。皆さんで、リップジップ、あ、間違えた。ジップリップファズ、ファズ、ジップリップファズ、ぜひ応援したいと思いますので、ありがとうございます。はい、皆さん見てね。よろしくお願いします。